マハメド・ウマル・ハージ・マハムード・マハメド・ウマル・ハージ・マハムードはソマリランドの外交官。2020年8月より中大大使に相当するソマリランド共和国中台湾代表どころ代表を務めている。2020年2月26日、ソマリランドのヤーシーム・ハージ・マハムード外務大臣と中華民国のご無省外交部長が議定書に署名して相互に 外交代表事務所を設置することに同意する。同年7月4日、ソマリランドが愛務省が発大中大代表にマハムードを指名。同年8月7日、マハムード代表が台湾に到着し、外交部人員から低調なもてなしを受けた。同年9月9日、ゴッツと無省外交部長とともに台北市た安区にある外交部外交及び、 国際事務学院の1階ロビーで代表どころ、名番の除幕式を執り行った。同年10月12日、蔡英文総統を表敬訪問。ありがとうございます。